さん、私は大丈夫です。それより旦那様が。親父が。来るな、ディオ。もう一度尋ねる。鏡はどこだ。答える気はない。男の名だ。まさかお前は。来い、最後は武術家らしく死なせてやる。親父。なんて様ありました。友を持て。
親父旦那様への手紙。リョウさん、まだ起きては。平気だよ。イネさんこそ大丈夫なのか？はい、何かしていないとかえって気がめいて。そうか、でも無理はダメだよ。はい、そうそう、これを。今日の分です。明日からは下駄箱の上に置いておきますので。そういえば福さんは？福原さんなら道場にいると思いますが。そうか、ありがとう。
レオさん、いいんですか？心配ない。それより、あの男のことだけど。あの男？ああ。乱帝と呼ばれていたやつだ。親父と何を話してた？鏡をよこせと。俺、その後、道場から放り出されて。黒い服の奴らは、なんて名乗ってた？それが、突然現れて、何も。そうか。ありがとう、福さん。どんな些細なことでもいい。何か思い出したら教えてくれ。りょうさん、なんでそんなことを。りょうさん、どこに。まさか、あいつらを探しに。あ、やめてください。先生を倒したほどの者たちですよ。俺の目の前で、親父は殺されたんだ。仇は俺が取る。親父のためにしてやれることはそれしかないんだ。中村。何？よ。あっす。外出中かな。留守かな。よ。あ、お兄ちゃんだ。何してんの？うん、ちょっとね。いや。あ、お兄ちゃん、プロレスごっこしようよ。ごめん、後でな。外出中かな。うん。あ、お兄ちゃん。めぐみちゃんか。猫がいるのか。あ、お兄ちゃん、めぐみのママに内緒にしてくれる？ああ。じゃあお兄ちゃんには特別に見せてあげるね。めぐみちゃんの猫かい？違うの。この猫ちゃんはね、一人ぼっちなの。一人ぼっち？うん。こないだね、雨の時にね、ママ猫が車にひかれちゃったの。めぐみのお姉ちゃんが見てたの、大きい黒い車だったんだって。黒い車？すごく怖かったって言ってたよ。めぐみ、お姉ちゃんとね、ママ猫のお墓作ったの。代わりにめぐみが猫ちゃんのママになってあげるんだ。でも、めぐみのママがね、お家で飼っちゃダメだって言うの。それで、ここで飼ってるのかい？うん。みんなもお手伝いしてくれるんだ。
コウタ兄ちゃんとね、ヤスお兄ちゃん、カヤちゃんも。そうか。猫ちゃん、元気ないんだ。お腹空いてんのかな。ちょっと待ってな。うん。こうやって食べやすくしてあげるんだ。まだ子猫なのに一人ぼっちか。ひどいよね。山岸のおじいちゃんも惹かれそうになったんだって。山岸さんが？ピューンって車が来てね、びっくりして転んじゃったんだって。お尻が痛くてずっとお家にいるんだよ。めぐみ、お菓子屋さんへ行くときね、いつもおじいちゃんとこ寄るんだ。そうか、近くだからな。めぐみちゃんも車には気をつけるんだよ。はい。じゃあ、今ちょっと急いでるから。あ、猫ちゃんの名前一緒に考えようよ。そうだな。いいのを思いついたらまた来るよ。きっとだからね。バイバイお兄ちゃん。バイバイ。留守かな。外出中かな。三島さん。あら、りょうちゃん。ちょっとすいません。はい。この表札はなんて。田島さんですね。そうですか。山本さんのお宅に行きたいんですが、何文明が悪くて。わかりました。俺が探してきます。この先の公園で待っててください。すいませんね、ご親切に。よろしくお願いします。直行、よう。一度山岸さんに話を聞いておくか。山岸さん。おお、りょうくんか。腰の方はもういいんですか。ああ、かなり良くなったが、なぜそれを。車にはねられそうになったって近所で聞きました。めぐみちゃんかすみやさんだな。しかし、とんでもないやつじゃった。その時のことを聞かせてください。うん。桜ヶ丘公園の角を猛スピードで黒い車が走ってきての、ドブ板の方へ走っていったのだ。黒い車。
ナンバーとかは。何しろあの雪じゃったからな。深くにも転んでしまってそれどころではなかった。そうですか。黒い車は商店街の方へ走っていった。ひょっとしたらドブ板で何かわかるかもしれん。わかりました、行ってみます。黒い車はドブ板のわしにわかる。わかりました、行ってみます。直行、よう。今いいか。ああ。あの日黒い車を見なかったか。黒い車か、見てないな。そうか。誰か黒い車のことを知ってそうな人って。さあ、ドブ板の人たちは見てないのか。店の人とか。聞いてるところだ。そうか。なんか手がかりがあるといいな。ああ。よ。あ、お兄ちゃん、プロレスごっこしようよ。また今度な。いや。おっ、兄ちゃん、一緒に遊んでよ。ごめん、後でな。すいません。なんだい、リョーバ。あの事件の日、黒い車を見ませんでしたか。見てないよ。雪のせいで子供らみんな家に引っ込んじゃったからね。そうですか。あの日、何か変わったことは。すごいね、あんたも。あたしゃ変わり映えしない毎日で退屈してんだよ。そうですか。しっかりすんだよ、女房。はい。外出中かな。スミヤさん。あら、リョウちゃん。事件の日、黒い車を見ませんでしたか。黒い車？見なかったけど。ねえ、その車がどうかしたの？いや、なんでもないです。
外出中かな。三島。あら、葉月くん。何？事件の日のことだけど、黒い車が猫を跳ねたのを見たんだって。どうして知ってるの？そんなこと。めぐみちゃんに聞いたんだ。あの子ったら、ごめんね。最近あちこちで猫の話してるらしくて。いや、いいんだ。詳しく聞かせてくれないか？黒い車のこと。猫じゃなくて、車のことなの？ああ。ごめん。車が黒だったことぐらいしか。そうか。黒い車のこと。なんか残念。何も教えて。いいんだ。すいません。申し訳ない。疲れてるんだ。またにしてよ。こんにちは。やあ、りょうちゃん。いらっしゃい。明田川さん、あの日、雪が降った日ですけど、黒い車を見ませんでしたか？どうだっけ。見てないな。確かあの日は、こっから一歩も出てないから。そうですか。どうも。すいません。何か？雪の日に黒い車を見ませんでしたか？さあ、どうだったかな。出前結構断っちゃったから、見た覚えはないね。そうですか。旦那、こちらさんが、雪の日に黒い車を見なかったかってお尋ねなんですけど。おお、りょうちゃんだったか。気がつかなかったぜ。話は聞いてたんだ。俺はほとんど外へ出なかったからな。そうですか。ゆかちゃん。お兄ちゃんだ。ゆかのパパね、パン作るお仕事してんの。パパのパンも美味しいけど、ゆかはハンバーガーの方が好きだな。そうか。あの、悪いの、ちょっと野暮用があるでな。ちょっといいかな。ごめん、俺に構わないでくれ。プロテストが近いんだ。すいません。何か？いえ、やっぱりいいです。すいません。よう。雪の日なんですが、黒い車を見ませんでしたか？ああ、見たよ。本当ですか？でも、ちらっと見ただけなんだ。そうですか。悪いね、力になれなくて。いえ。あの、
ああ、ダメダメ。今日は立て込んでてね。他の人に聞いてよ。すいません。すまんな、若いの。後にしてくれんかの。糸井のおじさん。よう、いらっしゃい、ワッペン。いろいろ揃ってるよ。この辺で黒い車を見ませんでしたか？なになに？黒い車？ええ、雪から雨に変わった日に。雪も雨も覚えとるが、黒い車を見た覚えはないね。そうですか。栗田さん。よう、あんたか。雪の日に黒い車を見ませんでしたか？え？黒い車？きっとかなりのスピードでこの辺を走っていったと。あ、どっかで聞いたぞ、それ。え？黒い車のことで何か？ああ、 2,3 日前バーガー屋で聞いたぞ。スピード出した黒い車がどうとか。ま、興味なかったから覚えてねえけど。そうですか。バーガー屋のおっさんに聞いてみな。ありがとうございます。すいません。はい。聞きたいことが。何でしょう？雪から雨に変わった日。ああ、あのおかしな天気の日ですね。ええ、あの日黒い車を見ませんでしたか？さあ、存じませんが。そうですか。トム。はい、リョウ。聞いたよ、リョウのファーザーのこと。トムのスペシャルドッグ食べて元気出すね。ありがとう、今度もらうよ。それよりもあの日何か変わったことはなかったかな？ノー、ナッティン。そうか、何か思い出したら教えてくれ。オッケー、オッケーね。トム。ヘイ、リョウ。元気出すね。トムの手作りピクルスで悲しいことバイバイね。ああ、また来る。ちょっといいかな？悪いけど、ごめんなさい。またね。こんにちは。お、いらっしゃい。すみません、雪から雨に変わった日、黒い車を見ませんでしたか？黒い車？猛スピードでドブ板通りを走っていったらしいんですが。さあ、あの日は早めに店じまいしたし。そうですか。あ、そういや、すげえ勢いで車が通ったな。本当ですか？色までは覚えてねえけど、魚屋の方に走っていったよ。そうですか。新吉おじさん。おお、りょうちゃん。黒い車のことで何か知りませんか？ん？どういうこったい？あの日黒い車を見たとか。いや、俺は見てねえな。あの日は雪と雨で客が少なくてよ、競馬新聞ばっか読んでた。そうですか。黒い車、黒い車か。おじさん、それじゃあまた。待った、リョウちゃん、思い出したぞ。え？花屋の間の娘が言ってた。あの日乱暴な運転の車に泥はねられたって。間の娘って原崎ですね。ああ、
あの子、りょうちゃんの同級生だろ、確か。あ、はい。今日も店手伝ってるのを見かけたよ。わかりました。ありがとうございました。くん、少し落ち着いた？ああ。私にできることがあったら何でも言ってね。ああ。雪から雨に変わったあの日、車に泥をはねられたって聞いたけど。ええ。どんな車だった？黒い車で、この辺ではあまり見かけない高級車だったわ。乗ってたやつを見たか？ううん、そこまでは。あ、でもトムさんが黒い車の人と言い合いになったって噂を聞いたわ。トムってホットドッグ屋の？そう。その車がどうかしたの？いや、じゃあまた。葉月くん。ん？元気出してね。ああ、それじゃあ。トム。ヘイ、リオ。黒服の奴らのことを教えてくれ。What？ 原崎に聞いたんだ。あの日、黒い車と揉めたって。No。覚えてないね。親父を殺した連中かもしれないんだ。Father？ リオの？頼む。どんなことでもいい。OK！ 話すよ。乗っていたのは、どんな奴だった？見かけない服の男、座ってたね。どんな服だ？ディープグリーン、ベルベットタイプで、チャイニーズが着るような服よ。乱定だ。何があったんだ？お客さんぶつかりそうになって文句言ったね。でもすごい目で睨まれて、あんなクールな殺気は初めてよ。奴らのことで他に覚えてることは？ No。 チャイニーズのことはチャイニーズに聞くね。中国人に知り合いはいないか？ Sorry、 Nothing。 But そこの旅行会社だったらチャイニーズの客来るね。トムもチャイニーズ調べてみるよ。またここに来るね。ああ。すいません。はい。この辺りで中国人に詳しい人を探してるんです。場所知りませんか？薬局のそばの中華料理屋さんに行かれてみては？アジイチですか？はい。従業員の皆さん、確か中国の方ですよ。ありがとうございました。いらっしゃい。今日はどれにする？この街で中国人のことを聞くには誰が一番いいですか？中国人ね。だったらアジイチさんかな。他は？いや、それよりまずあそこに行ってみるといいよ。あそこの親父さん、中国人の間じゃ顔役みたいなもんだから。そうですか。
とおじさん。はいよ。この辺りでおじさんたちの他に中国人って。中国人がどうしてあるか。ああ、いえ、ちょっと。もしかしてお父さんの事件に関係が。はい。ああ、いや、中国人みんな悪い人間と違う悪いよ。わかってます。でも手がかりは中国人ってことしか。お願いします、教えてください。この辺りの中国人って言っても昔と比べて随分増えてある。新しく来た人たち、私たちわからない。そうですか。あんた、山東の人たち教えるよろしい。ああ、山東。山東？山東って三つの刀と書いて山東を言うある。三つの商売意味するよ。床屋さん、仕立て屋さん、料理人、みんな刃物使う商売やる。床屋さんはカミソリ、仕立て屋さんはハサミ、料理人は包丁ね。ああ、そうか。日本に来て商売する中国人、大体三頭ある。元でかからない、すぐ商売できる。それにみんな仲間、いろいろ知ってる。中国人探すなら山東に聞くよろしい。この辺りにいる山東の人たちって。床屋さんなら前田さん、仕立て屋さんなら今はワッペン作ってる糸井さん、料理人なら満腹家に聞くよろしい。山東の人なら中国人のことよく知ってる。ある。床屋さんは龍理髪店もあるけど、お父さんの龍さん入院しててお家大変ある。最近店開けてないよ。じゃあ前田さんと糸井さんと満腹軒ですね。はい、わかりました。ありがとうございました。すいません。はい、何でしょう。山東の中国人を探してるんですが。山東の？山東なんてよくご存知ね。ええ、アジイチの東おじさんに聞きました。こちらに伺えばわかると。そうですか。うちの主人、山東の料理人だったんですよ。ご主人が？ええ、もう亡くなりましたけど。
じゃあ3頭の人は？主人はもういませんから、他の方を紹介しますよ。なんていう人なんですか？ A さんと Go さんです。 A さんと Go さん、2人とも製鉄所に勤めてるけど元3頭の人よ。どこに行けば会えますか？夜は2人で飲み歩いてるようですから、多分この辺りのバーにいるんじゃ。聞いてみます。ありがとうございました。西条さん。お、レオ。 A さんか Go さんというお客さん来てませんか？何？私 A だが。私 Go ね。早速ですが、蘭亭という中国人に心当たりありませんか？蘭亭？知らないな。私も知らないね。元三頭の A さんと Go さんなら何かわかると言われてきたんですが。満腹券で聞いたね。山本さん覚えててくれたか？山本さん、口元のほくろが色っぽい。いいね。山本さんの紹介なら協力しよう。私たち昔仕立て屋の修行したさんと。でも向いてなかったね。今は製鉄所で働いてる。もうずっと横須賀に？日本今円高ね。でも中国で働くよりずっと儲かる。あと5年、日本で頑張って中国に帰って家建てる。そうですか。どうも。あら、りょうちゃん。あけみさん、あの、まだ未成年でしょ。稲さんが心配してるよ。わかりました。親父さん。おう、リョウカ。いろいろと大変だったみたいだな。ええ。体はもういいのか？ええ、だいぶ良くなりました。あまり無理するんじゃねえぞ。あの、すいません。はいはい。何がいる？いえ、買い物じゃなくて。なんだ、違うのかい。ならすまないが、棚卸しで忙しいんだ。お引き取り願おうか。そうですか。あの、いらっしゃいませ。何をお求めですか？また来ます。そうですか。あの、よう、いらっしゃい。おじさん、三頭って知ってます？りょうちゃん、誰から聞いた？父さんからです。そっかそっか。それで三島関係の中国人を探してるんです。
だったら、リュウさんに聞いてみなさい。リュウさんですか？そうそう、理髪店の。わかりました。でも、糸井さん、どうして3頭？昔、中国人だったからだよ。日本に帰化したんだ。中国にいた時の名は、ソ・ケンジン。そうだったんですか。ありがとうございました。それじゃあ。やってないみたいだな。桜だ。おっす。今、いいか。なんだ？龍理髪店ってどっちだっけ？龍理髪店？どこだったっけな。悪い、思い出せないわ。そうか。何してたんだ？いや、考え事をね。夕飯は何かなって。どっかで飯食ってかないか？いや、用があるから。なんだよ、釣れねえな。悪い、じゃあな。じゃあな。すいません。ん？龍理髪店ってどっちでしたっけ？龍？ああ、龍理髪店ね。知ってるよ。うちのアパートのそばだよ。それって、ジーパン屋の先だよ。ウォータードラゴンっていう。ウォータードラゴンの先ですね。わかりました。ありがとうございました。スペースハリアー、1回100円。今日はやめとくか。もう少し回ってみるか。Whoa, whoa.